すべての手札を出し尽くしたとき、その人はフィナーレを迎える。何も持ってない人は、ステージに立ち続けるべきじゃない。もう10年よ。ジェマさん、演じることには疲れたでしょ？そろそろこの演劇を終わらせる時よ。何？どういうことだ？おいら全然わからないぞ。旅人、空気が重くなってきたぞ。お前も何か言ってくれよ。さて皆様、ただいまのリネ先生のショー、お気に召していただけたでしょうか？ここで休憩を挟みます。再開後は本日一番のインパクトあるマジックを皆様にお届けいたしますよ。後半のショーは歌劇場の外で演じられますので、皆様は案内に従い屋外へと移動してお待ちください。怪盗マーテンは人前に出るわけにはいかないでしょ？心配しないで、もうすぐここも静かになるわ。少し場所を変えて話しましょう。あれ、ちょっと空気が重いな。ごめんね、もう道具を使い果たして降りてきちゃったから。アドリブのマジックで場を和ませられそうにないや。魔術師としてはこれもある意味ミスかな。でも幸い代案がある。ある面白い物語を語ってあげよう。みんな興味はないかい？まあまあ、魔術師は他人の心を読むのが得意だからね。君が聞きたいことは分かってる。僕が用意した物語もちょうどそれと関係があるんだ。そうなのか？じゃあさっさと教えてくれよ。すっごく気になるぞ。十数年前のことから話そう。あの頃怪盗マーテンはフォンテーヌ邸で活動し、手を出すたびに必ず成功した。彼女の手から逃れられる宝はなかった。でも評判が広がるにつれ、警察も彼女への警戒を高めていった。それで怪盗マーテンの犯行の機会は減り、代わりに正体がバレるリスクは日に日に増していった。当然彼女はおとなしく捕まる気などなく、すぐに行方をくらます策を思いついた。つまり偽物の怪盗マーテンを作り上げて人々に納得させるって方法だ。選別を重ねた末、彼女は有名な魔術師セサルに狙いをつけた。魔術師と怪盗はもともと似たところがあって、真実として一番受け入れやすいからね。それで怪盗マーテンはうまくセサルを騙して信頼を得ると、あとは濡れ衣を着せるだけになった。でも実行に移す前に、セサルには彼に不満を抱く弟子がいることに気づいた。自ら手を汚すまでもない。怪盗マーテンはそう考えた。彼女に誘導され、ロレンツォはセサルのマジックボックスに細工し、落下死亡事故を引き起こした。その後ロレンツォは師匠のマジックに関する遺産を己のものにし、怪盗マーテンはその汚名を全てセサルに着せた。見事な犯罪で完璧な協力だったね。リネ君とリネットちゃんは物語を語るのが上手だわ。話を聞いていると
私まで本当にそういう黒幕がいるんじゃないかって疑っちゃうくらいよ。でも唯一の疑問は、物語の悪役がどうやら私みたいってこと。リネ君に聞きたいんだけど、どうしてそんな推測が生まれたの？ロレンツォに何か言われた？ご心配なく。ロレンツォは何も言ってなかったよ。でも僕は最初から彼が怪盗マーテンじゃないだろうと思ってた。そして実際に調べていく中で、推測は確信に変わったよ。あまりにもあっさり認めちゃったから、逆に何か隠してるように見えたんだ。悲しいわね。つまりリネ君は何の証拠もない中で、彼でなく私の方を疑ったというのかしら。魔術師はいつも観客を自分が望む結末へと誘導していく。ジェマさんもそのことは深く理解してると思うけど、婚約者を深く信じ、たとえ脅されても揺らぐことは決してない。ロレンツォの助けのもと、あなたは情け深く堅くななキャラクターをうまく演じてきた。ここ10年間誰もがセサルさんを憎み、あなたに強い同情心を抱いた。墓の前で涙を流す美しい女性が黒幕だなんて誰が信じるだろう。あなたに注がれたのは憐憫の眼差しだけだった。待て、つまり脅されたってのは花からロレンツォとジェマの演技だったってことか？でもロレンツォはどうしてそんなことする必要があるんだよ。最後までジェマのことはバラさなかったし、むしろ自分から怪盗マーテンだって認めてたぞ。そう、どうしてだろうね。それはジェマさんに答えてもらえないかな。もしリネ君が自分で作り上げた物語を信じているなら、答えは明白でしょ。その手でセサルを殺した犯人であるロレンツォはすでに最も重い罪を背負っている。怪盗マーテンの正体をバラすことは彼にとって何のメリットもないけれど、逆に怪盗マーテンは牢屋の外で彼の家族を世話することができる。素晴らしい答えだけど、ちょっとつまらないかな。じゃあリネ君はどんな面白い話が聞きたい？一つ理由を知りたいんだ。本物の怪盗マーテンはどうして他人が大事にしてるものばかりを狙ってたんだろう。ジェマさん、分析してくれないかい？いいわ、どうせただの物語だものね。私の推測だと、その本当の怪盗マーテンはきっと惨めな幼少時代を過ごしたに違いないと思うわ。幼くして両親を亡くし、一人で流浪した。欺かれ、笑われ、殴られて、ゴミ箱で紙くずを漁り、拾った木の枝で汚い絵を描いて、あちこちから集めてきたボロ切れを使って醜く拙いぬいぐるみを縫い上げた。それが彼女の唯一の楽しみだったけど、その頃の彼女はそれだけで満足だった。でもその幸せすら許してもらえなかったの。彼女は全てを騙し取られ奪われた。人生は抜け出せない沼のようだった。幸せであるべき年頃に彼女は隅っこで指をくわえてこの世界を眺めることしかできなかったの。なんて残酷なんでしょう。苦しみの中、彼女の心にはどす黒い感情が生まれ、あってはならない考えが脳裏に浮かんだわ。幸せな奴らをみんな平等に恨んでやる。彼らの美しさを、真実をすべて盗んで、私の心の穴を埋めてやる。そんな。これで辻褄があった。この物語は気に入っていただけたかしら、リネ君。僕の趣味にぴったりだよ。疑問に答えてくれてありがとう。そうだ、ジェマはなんで予告状を出したんだ？何を狙ってたんだよ。あの予告状がなければ全部バレなかっただろう。
あの予告状はこの人が送ったものじゃないさ。10年も経ったのだから、怪盗マーテンは歴史から消えるべきなのに、どうしてもその安寧を邪魔したい子がいるなんてね、リネ君。いえ、怪盗ごっこが好きな僕とでも呼んだ方がいいかしら。歌劇場の外に貼った予告状はあなたが書いたんでしょう。一体何が狙い？さすが本物の怪盗マーテン。ことのいきさつをもうすべて理解したんだね。だったら僕も腹を割って話そう。僕たちの目的はセサルさんの事件の再調査だった。人々の中に植え付けられてるセサルさんへの印象を変えるのに一番手っ取り早い方法は怪盗マーテンを再び出現させることだ。それだけ？他に理由はないの？もちろんあるさ。予告状にはっきりと書いてあっただろ。君の最も大切なものをいただきに来ようって。ちょうど、君が10年前にやってくれたようにね。10年前？セサルの死のこと？まさか、あなたはあの人に会ったことが？待って、思い出したわ。あなたたち、あの時の嫌な子ね。時間が経ちすぎて二人とも大きくなってたからすぐに気づけなかったわ。セサルにマジックを教わってたでしょう。たったの十数日だったと思うけど、あれっぽっちの恩を今でも覚えているわけ？受けた恩は大小問わずみんな覚えてるよ。10年前、セサルさんは濡れ衣の汚名を着せられて人々に忌み嫌われた。10年も経った今、それが冤罪だったかどうかなんてもう誰も気にしてない。でも僕たちは忘れたりしなかった。だからこうして君を訪ねてきたのさ。なら、あなたたちは私から何を奪ったというの？見ての通り、私はここに無事でいる。ロレンツォが全ての罪を認めたおかげで私は自由になったのよ。自由？君は本気でそう思ってるのかい？セサルさんはかつて僕にこう言った。たとえ嘘と偽りがこの世に満ちていても、そこから自分だけの真実を見つけ出さないといけないってね。この言葉は君にも当てはまると思うよ。真実というのはいろんな形を持ってる。例えば思い出の詰まった宝物や熱い理想、そして自分の人生にかけがえのない人。運命は君からいろんなものを奪い去った。心の傷は癒えず、夜になるたびにうずく。窃盗行為は君にとって苦痛を和らげる麻酔薬のようなものだったわけだ。何が言いたいの？つまり、ここ10年君は犯行に走らず、思い通り一般人のように静かに暮らしてきた。窃盗に代わって効果を発揮した何かがあったんじゃないかい？ロレンツォの話に戻そうか。彼は自分の死を手にかけ、君の演技に付き合い、すべての権利を自ら背負った。本当に、自分の利益のためだけだったんだろうか。彼は君の正体と罪を知りながら、君のためにすべてを尽くしたいと思った。彼がいたからこそ、ここ10年間、君は窃盗の欲望に苛まれずに済んだんだ。君たちはセサルさんを殺害した共犯者であり、傷口を舐め合う友人でもあった。君も薄々気づいてるんじゃないか。彼は君にとって、かけがえのない真実だったってことを、僕が保証してあげるよ。こんな真実は、今後二度と訪れないってね。これであなたは自由よ、ジェマさん。おめでとう。自由の代償に、嘘と偽りだけの世界で孤独に生き続けるといい。我慢できるといいね。人生はまだまだ長いんだからさ。さて、
そろそろ再会のお時間です。皆様、リネ先生が間もなく再登場されますよ。皆様、リネ先生がこれから披露される目玉マジックは一体何だと思われますか？答えは、高所脱出マジックです。高所脱出マジック？魔術師セサルを皆様覚えていらっしゃるでしょうか？当時あの方はまさにこのマジックで失敗し、怪盗マーテンとされてきました。しかし、ただいま最新情報が入りました。なんと本物の怪盗マーテンが罪を認めたとのことです。つまりセサルは実は濡れ衣を着せられていただけだったというわけです。そろそろ行くよ。いっぱい練習したマジックだけど、やっぱりちょっと緊張するな。旅人パイモン、これからのショーをじっくり楽しんで。劇場の外には大勢の観客がいるけど、本当の見届け人は君たちだけだからね。待ちなさい、リネ。あなたたちはあの時セサルにいろんなことを隠してた。彼は死ぬまでその秘密を知らなかったわ。今は本当の顔を他人に見せても良くなったのかしら。孤独への道につながるのは嘘だけじゃない。いつかあなたも私の今の気持ちを知ることになる。その日を楽しみにしてるわ。いや、僕は君とは違う。オイラたちどうしたらいいんだ？お兄ちゃんの言う通り、歌劇場の外へマジックを見に行こう。でもジマが。大丈夫、彼女もじきに全てを理解する。そうだ、マジックが終わってお兄ちゃんに会いたくなったらいつもの場所に行けばいいから。わかった。それじゃあまずはリネのマジックを見に行こうぜ。高所脱出マジックって危ないんだろ？あいつ大丈夫なんだろうな。私だけの真実、時々自分を爆中地のように感じることがあるわ。勝った時、テーブルにあるチップのことなんかはどうでもよくて、勝ったということ自体だけが私を楽しい気持ちにさせる。気づいたらもう何も残ってはいなかった。もう一度やり直すことができたら、私は。魔術師は怪盗とは違う。怪盗が生むのは離別だけだけど、心優しい魔術師は再会のチャンスを与えてくれるんだ。マジックは少しのミステリーとサプライズに常識破りな何かでできている。マジックの勉強は辛い。一つの動きを何千回も練習するんだぞ。大丈夫、もう慣れてるから。あ、ごめんなさい、いろいろ教えてもらったのに全然本当のことを伝えてなくて。気にするな。私の言葉を覚えてるかい？この世界は元から嘘と偽りに満ちている。でも君たちはいつか自分だけの真実を見つけ出してくれ。あなたは自分の真実を見つけた？私の真実はマジックさ。偉大なマジックをやりたいんだ。このマジックといえばセサルだと
思い出してもらえるやつをね。魔術師にとって最高の栄光だろ。おい、見ろ。密封された箱に入られました。無事脱出できるのでしょうか。10年前、魔術師のセサルはまさにこの時に。ミステリー、サプライズ、常識破りな何か。そうだよね。栄光をあなたに返します、セサルさん。ちょっと遅くなっちゃったけど。一体どうやってやったんだ。本当に不思議ですわ。まばたきもしなかったのに目の前から消えてしまったんですもの。こんなに素晴らしいマジックが見れるなんて、来た甲斐があったわね。セサルの冤罪は晴らされ、新進気鋭の魔術師リネが当時貫通できなかった彼の代わりにマジックを成功させた。本当に最高な結末よね。明日のトップ記事にできそうだわ。なんかみんなリネが用意した今日の目玉が気に入ったみたいだな。そういえばリネは？あいつどこ行ったんだ？リネットはいつもの場所で待ってるって言ってたけど、いつもの場所ってどこだよ。墓地ってセサルが埋葬されてる墓地のことか？そっか、このマジックはリネからセサルへの手向きみたいなもんだしな。マジックが終わったらきっと墓参りに行くだろうな。よし、行ってリネを探してみようぜ。マジックは演出の芸術だから、魔術師は観客の感情を動かすトリックを用意しておかないといけないんだよ。だからセサルさんのマジックをちょっとアレンジした。実際僕もちょっとドキッとしたよ。重力を失って落下する感じがどんどん強くなって、空と地面が逆転してぐるぐる回ってさ、時々思うんだ。10年前、セサルさんは落下した時何を考えてただろうって。ジェマとロレンツォをそばに置いたことを後悔したかな。それとも、最後までミスだと信じてたんだろうか。その、マジック工房にいた時から、ずっと聞きたかったんだけど。お前は、セサルから魔術を学んだことがあるのか？それって、いつのことなんだ？ハウス・オブ・ハースに入った後のことさ。あの時、実は僕とリネとは目的があってあの人に近づいたんだ。僕の過去の話を覚えてるかい？生活のために、僕はかつて路上で披露されるマジックのパフォーマンスを観察して、不思議なトリックをこっそり覚えようとした。でも、観察だけじゃ足りないって、
すぐに気づいた。どれだけ見ても目を奪われるようなショーの裏でマジシャンたちが経験してきたはずの辛い練習は見えなかったんだ。どうしたら指をうまく動かせるか、どうしたら視線を誘導できるか、もっと巧妙な仕掛けを作るにはどうしたらいいか、ことマジックの領域において僕たちは才能で道を切り開いた。でももし専門的な指導を受けてなかったら、何をやっても労力に見合った成果は得られなかっただろう。だからセサルを訪ねたのか。うん、最初はただの運試しだったんだけどね。まさか持てる技術を全て授けてくれるとは思わなかったよ。一緒に過ごしたのはたったの十数日だったけど、あの人はすごく優しくしてくれた。むしろ僕たちの方こそいろんなことを隠しっぱなしだった。例えば、なんでマジックを学ぼうとしたって聞かれた時、僕は好きだからって答えた。でもあの時はちょうどいろんなことがあった後だからさ。マジックの才能のおかげで貴族に引き取られたのに、その直後に裏切られたり。だからマジックに対して持ってたのは好きなんて純粋な気持ちじゃなかったんだ。でもなぜか本当のことを伝えるかどうか迷ってた時、嘘が口をついて出てきた。他人を信じられるってことは美徳の一つだけど、僕はあの時からすでにその能力を失ってたんだろうね。リネ、まだ僕に気を使ってくれるのかい。君たちは本当に優しいね。でももう慣れっこだから心配しないで。貴族の邸宅からハウスオブハースまで、嘘と利益は常に僕たちの世界について回ってた。セサルさんがツアーに出てから僕たちもいろんな場所で任務を遂行した。その後最初に耳にしたあの人にまつわる情報は10年前のあの転落死の事故のことだった。そして彼はなぜだか怪盗マーテンにされていた。あの夜、あの人の笑顔が頭に浮かんで言葉を失ったよ。伝えられない秘密は高い壁を作って、心を許せる人は次第に少なくなっていく。まるでショーが終わった後の観客席みたいに。これも僕が背負うべき代償なんだろう。誰かを失って初めてその人の存在の重さを知る。これは僕がジェマが必ず苦しむと確信した理由さ。他ならぬ僕自身が身をもって感じてきたことだからね。そうだぞ、気を落とすなよ。オイラたちも旅の中でいっぱい別れを味わってきたぜ。でも明日はきっともっと楽しいことがあるってオイラはいつも信じてる。おいしいものも面白いおもちゃももっとある。それに旅人もそばにいてくれるって、そう考えたら悩みなんか全部ぶっ飛んじゃうぞ。そう考えるとオイラの真実はお前ってわけか。そりゃそうさ。僕とリネットと同じで、お互いがかけがえのないこの世の真実なんだ。運命は僕たちから等しくいろんなものを奪ったけど、幸い一番大切なお互いの存在だけは残してくれた。おかげで僕たちはあの一番辛い時を乗り越えられたんだ。だからこそ過去の僕はジェマのように極端な考えには至らなかったし、これからもそうはならない。ずっと暗闇で生きてきたけど、差し込んできた光の一つ一つを忘れはしない。さあ、楽しい話をしようか。今夜の僕のマジックショーはどうだった？気に入ってくれたかい？そりゃすごかったぞ。でもなんだかまだ物足りない感じがするな。歌劇場にいた時はおしゃべりに必死で前半のショーは全然見れなかったんだよな。リネ、そのもう一つマジックをやってくれよ。
ちょっとそれはさすがに無理だって。さっきのショーで出し切って僕はもう何も持ってないんだよ。そんな、なんとかしてくれよ。オイラの中では魔術師リネは何でもできるやつなんだからな。わかった。それじゃ頑張っちゃおうかな。よく見てて。僕の手には花が一つ。嘘だ。手に何も持ってないくせにごまかしちゃダメだぞ。あれ、本当だ。でも確かに持ってきたと思うんだけどな。じゃあこうしよう。僕と一緒に数えて。3、2、1。3、2、1。探してみて。花はもうどこかに現れたかも。本当か？どれどれ？本当にあった！でも、前回の花とちょっと違うな。これって確か…あ、そうだ！レインボーローズだ！それよりリネ、どうやってやったのか教えてくれよ！マジックを勉強したいなら、せめてリネ先生と呼んでくれなきゃね。リネ先生、お願いだ。その誠意に免じて一つ教えてあげよう。魔術師は種明かしなんか期待してはいけないんだよ。観察して考えて自分で答えを探さないと。そうだ。もう遅いから僕たちもそろそろ帰るよ。今日は見に来てくれてありがとう。おやすみ。また次に会えるのを楽しみにしてるね。おう、またな。オイラたちも帰ろうぜ。ひひ。明日の朝のスチームバード新聞が待ちきれないぜ。リネとセサルに関する記事も出るんだろうな。朝が来たらスチームバード新聞社の入り口で聞いてみようぜ。リネがまた何か変なことを言ってるみたい。はあ、本当にほっとけない。ごめんね、シャルロットさん。今日は僕もリネとも忙しくて取材はちょっと。さほどお時間は取らせませんから、どうかお願いします、リネさん。え、何かあったのか？遅くまで怪盗マーテンのコラムを書いてて、今朝新聞に発表しようと思ってたんだけど、明け方急に情報が入ったの。なんとセサルの婚約者だったジェマが自分こそ真の怪盗マーテンだって警察隊に自首したそうよ。もう認めたのか？ごあれ、もう遅いよお兄ちゃん。第一声がもう認めたのかってことは、すでにあなたたちは真相を知ってたのね。はっ、やっぱり私の予感は的中ね。何か隠してるんでしょう。ジェマが自首したわけは、昨晩のリネさんのマジックショーと関わってるはずよ。高所脱出マジックを見たジェマさんは、セサルさんと過ごした日々を思い出して両親が傷んだんじゃないかい？なるほど。って、そんなはずありません。そう簡単に両親が痛むなら、この10年間、彼女は一体何をしてたんですか？それは…そ
そういえば昨日のマジックショーの後、あなたたちもチャマもいなくなりましたよね。まさかあの時に。突然ですが聞かせてもらえますか。ショーの後あなたたちはどこへ行ってたんです。ショーの後、オイラたちとリネは墓地に行ったんだぞ。リネがオイラたちにだけマジックを見せてくれたんだ。そういやお前の話のおかげか、リネはマジックでレインボーローズを使うようになってたよな。ゴン。ん？私だってお兄ちゃんからレインボーローズをもらった記憶はないのに。つまりお兄ちゃんは私より旅人たちの方が大事なの。それは違う。あれはなんでお前までそんな反応するんだ。おいらまたまずいこと言っちゃったのか。変な空気になっちゃったぞ。旅人、おいらたちどうすればいいんだ。はい、どうやら今日は取材できる感じじゃないみたい。まあいいか、また今度来るわ。しつこくしてごめんなさいね。でもこんなにインパクトのあるニュース放っておくわけにはいかないわ。ジェマの情報が広がって世の中は大騒ぎよ。この裏にある真実を必ず突き止めてみせる。彼女は警察隊にこう伝えたらしいわ。最後の願いはもう一度ロレンツに会うことよって。複雑な関係よね。とっても気になっちゃう。とりあえずお先に失礼するわね。ごゆっくり。リネット、実は。大丈夫、別に怒ってない。彼女の注意を引きたかっただけ。なるほど。おいらびっくりしちゃったぞ。僕も危うく騙されるところだったよ。幸い効果はてきめんだったね。レインボーロース大切にして、なくしちゃったら私も悲しくなるから。こんなの見たことがないぞ。大変だ。まあまあ。